世界中のお客さんが驚く。すごかね、なかなか。おっちゃんがおらんようになってもね、みんなで仲良くこの状態でねやっていけばいいなと思ってます。はい、いらっしゃいませ。浜に海水とこれちょっと醤油を加えて煮るやつ、いわゆる漁師さんたちが普通食べるような食べ方、いろんな余分な味付けしない。これは手ワービーやん。同じサイズじゃないとダメって、お客さん同士に揉め事になる。もうそうそう、ああいうと例えば必ず一年中必ずだぞ、うん、あいもうごめん、これ持って行って、あいつが回って行ってな、俺の孫これはサイン帳がある。用意しとった。こんなもの。後ろは司令塔、こう、見えんとこに。
こういうと普通取ったことないもんな。テレビとかね、取ったことないとぞ。もうちゃんと決まったんだ。セットの仕方がね。順番とか配置とか、こう並べ方とか、独自に決まってんの。これ言うてくださ作れてよ、これ。自分で。ほら。これは脱いでください。醤油もポン酢もか、全部自分で調整しよんの。平松さん、ブリの種類だ。大したこっちゃ。ここやるぞ。YouTube 見出しという人はね、若いもんが多い。若いグループはほとんどが YouTube。ロシア語とかな、ポルトガル語もあったな、フランス語もある。もう中国ももちろん、もういろんな国の言葉が書いてある。ミシュランみたいな格好してるんやろ。このお写真ね。さあ、もうぼやけちゃう。これが食用に出とったら、この指が曲がっとんの。うらうらうら世界中のお客さんが驚く。しょっちゅうこうやるよ。ほら、この状態。だけんもう自然に指がほら曲がってしまうけ。自分の手と比べてみろ。お前の上これしたな。これはいいかもしれん。大丈夫よ。ここの手がいいけ。
ただいま、カラスの名畑という時から出たやつ。イカの大きい漬け、超高級です。どこにどこだ、シースーチョチューコってあそこに来ようとにな、そんな命昔は水ぼうそうごって水たまる中国の味噌、これでね、この料理が終わり。ありがとうございます。福岡県の、あの筑豊から来ました。友達からの紹介ですね。その友達はここにもう2回も来て、もうリピーターというかね、行ったら1回行ったらいいよというところで来ましたよ。想像以上ですね。アワビ、アワビの酒蒸しもなんか柔らかいで美味しかったですね。アワビとか硬いと思ったらね、歯がサクッと入ってね。さっきのちょっと見とったっちゃうね。これこれかか。こうして。うん。こんなもんかな。うん。こういうと。すごかね。なかなか。やっと会えて嬉しかった。はい、ありがとうございます。すぐによくできるけど、1年以上なかなか難しかった。ダメ元で電話してみたら予約たまたまなんかキャンセルが出たから、空いてるところに予約が入れる、入れることができてラッキーだと思ったって。でもすごく美味しい。無人島だから普通の感覚ではない。美味しい。おじいさんも優しくて感動しました。すごい影響がありました。また来たいなと思ってます。1年後かな。すごく美味しかった。おっちゃんがおらんようになってもね、みんなで家族仲良くね、で地域の人にもね、みんなで仲良く食べていけるような、それからね、楽しみにね、みんなが来てくれるような施設に、そのままこの状態でね、やっていけばいいなと思ってます。何でも腹の中はね、分かってるような友達です。私のね、甥っ子もね、毎日ね、私のことを世話してくれて、ね、助けてくれます。帽子くりは取らんねん。取ったか、おっす。